ビエンチャンのモスク本項目では、ラオスのイスラム教について記述する。内陸国であり、仏教徒が大部分を占めるラオスでは、ムスリムの数が非常に少なく、総人口の0.01%に過ぎない。ムスリムのほとんどは、貿易に従事したり、肉屋を経営。首都ビエンチャンには、2000人程度のムスリムが小規模の共同体を形成。その多くは、 雲南省出身のムスリムとされるが、タイやベトナムとの交易に関わった商人の末裔も、いるという。クメールルージュから逃れた、カンボジア出身のチャム族の集落も見られる。ムスリムは主に都市部に住む。ABC 東南アジアの非イスラム地域における、イスラム東南アジア及び北東アジアのイスラム化と、タイ及びベトナム等の交易圏の歴史的、地理的外観。 並びに、その考察、北村採事アジア太平洋東急、2008, レポートオンインターナショナルレリジェスフリーダム、ビューローオブデモクラシー、ヒューマンライツ、アンドレーバー、アンダーセクレタリー4デモクラシーグローバル、アフェアーズ、ユナイテッドステーツデパートメントオブステート、セプテンバー2008、エッセイ、アジアカンボジアからの電子メールカンボジアの、ムスリムチャム人とは、 日本学術振興会特別研究員、笹川秀夫ジオグローバルハット http コロンスラッシュスラッシュ www.cbamedia.com スラッシュカルチャースラッシュビエンチャンムスリムズ。ありがとうございます。